足笛工房の面白笛作り第1回目です。これは旧笛という笛です。私笛師久兵衛が作った笛ですから旧笛と言います。材料は3つだけです。はい、これは水道管を短く切ったもの、そしてプラスチック板、マジックで線が書いてあって、そこに1センチほどの丸い穴が開いております。そして短く切ったストロー、この3つだけです。これがキットになっています。では作り方をやります。まずこのプラスチック板、ここ、マジックで、線が書いてありますが、これに沿ってハサミで切っていきます。はい、ちょうど水道管の径に合わせた大きさにマジックで線が書いてありますので、それに沿ってハサミで切っていきますが、はい、このように切りました。でこれを水道管の端にくっつけます。でここに、セロテープを貼っていきますが、プライタの周りにセロテープを貼っていきます。まず4箇所ほど貼りまして、そして周りをぐるっと一周貼ります。この穴にはテープがかからないようにしてください。そしてここにストローをこのようにくっつけるのですけれども、まずストローにセロテープをこのように貼り付けます。そしてプラスチック板の穴のところにセロテープをでつけたストローをこのように貼り付けます。さらに補強のためにもう一つ、セロテープをくっつければ出来上がりです。で一見簡単なようですが、いい音を出すにはストローの付け方に微妙な調整がいりますので、そこが少し難しいです。吹き方もコツがいりますので、ぜひ私笛師久兵衛を呼んでいただき、楽器作り講座をしてください。皆さんと一緒に、作って練習して1曲吹くのに30分程度かかります。ではこのように吹きます。慣れてくると片手だけでも吹くことができます。こんな風にね、はい、そしてもう一つこんな吹き方もできますよ。